待たせいたしました。中日ドラゴンズ対広島東洋カープ第17回戦。それでは守備につくドラゴンズの選手を紹介します。大きな拍手でお迎えください。ライト加藤翔平、背番号52。センター花翔之介、背番号37。レフト三好博範、背番号30。サード堂上直道、背番号63。ショート井口清舟、背番号213。セカンド石垣正美、背番号32。ファーストギデルモガルシア、背番号210。キャッチャー山浅龍之介、背番号57。そして本日の先発ピッチャーが背番号38、松田隆博。アンパイアは球審正木、球審は一塁下村、三塁森口、公式記録員は加藤美。試合に先立ちまして、ただいまから始球式を行います。どうぞご声援ください。本日の始球式は名古屋のシネマスコーレで、来月8月5日から公開の映画札束と温泉で主演を務めています女優の沢口愛香さんです。コメントをいただいています。本日はノーバンで投げられるように頑張りますとのことです。それでは沢口さん、お願いします。ナイスボールでした。ありがとうございました。女優の沢口愛香さんに皆様今一度大きな拍手をお願いいたします。すいません。